白ギ海岸側の大国主と白ギの像。後ろは白ギ神社の鳥居。手前の舗装帯の右手に道の駅神話の里白ギがある。稲葉の白ギとは日本神話に出てくるギまたはこのギの出てくる物語の名。古事記では稲葉の元ととと表記。この説話は大国主の国づくりの前に、 なぜ他の兄弟神を差し置いて大国主が国を持ったかを説明する一連の話の一部である。仙台九字本義にあって、日本書紀にはない。後者で、大国主の国づくりの話は、本文でない一書にある、山田のおろち退治の直後に続く。また、稲葉国風土記は現存せず、出雲国風土記に記載はない。古事記上官にある大穴。 坊地神の求婚誕の前半に、稲葉の元とが登場し、大穴、坊地神に、あなたの求婚は成功するでしょうと、戦火後トレーのような予宿を授ける。今日では、稲葉の元とが、沖島から稲葉に渡ろうとして、和地を並べてその背を渡ったが、ワニに毛皮を剥ぎ取られて泣いていたところを、大穴、坊地神に助けられるという部分だけが広く知られている。 古事記中の大国主の人の文の内稲葉のもとに、関する内容の現代語訳と原文を示す。ゆえ、この大国主の人の兄弟、八十神座。さみ国者、日代大国出身。ゆえん被その八十神、各有欲古稲葉の八条姫の心、協業、稲葉寺、お台穴、傍地神父、ため従者立王。おぜ、いたるけたの禅事、裸とぶせなり。 しか、やそがみいそのとうん、何時進むためもの、よくこの海へん、豆腐吹きしかも、福鉱山、おのえ。ゆえ、その途中やそがみの今日しかもぶせ。何時そのえんずいひ、その、三河室風見吹きたく。ゆえ、すうく泣きぶせし者、最後の狂おう穴、ぼうちがみ、みそのとこと、何ゆう何時泣きぶせ。ととうこと、木材置きしま、家ども、よくどこのうち、無どもと。 ゆえ、議会はじ。こと、我とも何時せり、欲継続の多少。ゆえ、何時もの随所のぞく在出率、来たる、自この姉妹たる受けたまえ、前、皆列福度。何時我投訴の上、そうながら、毒度。おぜちとも我属塾沢。ジョコの原社、剣義自列福の字、我投訴の上、毒度来たる、今ンススムした動機、我運、何時者が剣義こと、今日。 服最短話に、ほわが出白話が衣服。インコの泣き患者、先行、やそがみ指名も、かいつぐよくかいえん、遠かぜぶせ。ゆえ、ため除去者、わがみ出生。おぜおなぼうちがみ、京つげそのと、いまきゅう、おこの水門、もっ水んなんじみ、どりその水門のかばファン、四季さんしかも、て天その上もの、なん女本ん肌必ずさ。ゆえ、ため除去。 そのみじょほんなり。この稲葉のもととしゃなり。おいまものい,いとかみなり。ゆえ、そのとしろおあな、ぼうちがみ。この八十神社、必ずふとく八条姫。いえども、ふ、なんじいのちへこれ。おぜ八条姫。こたえ八十神言、我ものふぶんなんじらのこと。白うさぎ海岸白うさぎ海岸の一、い稲葉の白うさぎとあるが、稲葉が、稲葉だという記載はない。 稲葉は、稲葉、稲葉すなわち稲の置き場を指し、各地の地名にも見える。また、犬サヌという動詞から来ているとして和歌などにも、サローカエロとの意味で読まれてきた。これを稲葉とするのは、大国主の話の前後に、彼の義父、スサノオ命の話があり、スサノオは、出雲に住んだので、物語の展開上、その近隣の稲葉を指すとされてきた。沖島には、 現在の島根県沖郡沖島とする説、他の島とする説がある。他に、古事記の他の部分では、沖島を、陰気の島と書くのに、稲葉の元とでは、沖島と書き、あるいは、沖の文字は、沖と、昇るさむなどり口から離れた、沖を指すことが多いため、沖島は特定の場所ではなく、ただ、沖にある島を指すとする説もある。桁の前の位置には、 諸説あり、沖島を島根県沖郡と解釈して、林県鳥取市のケタノ岬とする説や、同じ市の長尾花とする説などがある。なお、稲葉国風土記には、話の舞台が稲葉の高草郡と記されている。沖島を島根県沖郡とした時、鳥取市の白ウサギ海岸の沖合150メートルに、 ある島まで点々とあるが民生をワニとする説もある。その周辺には、ケタの岬、トガミを乾かした、ミヒヤマ、ウサギが体を洗った、水門、かつては、奇水器の湿地で戦前までカバが密生したという、不造不滅の地、白ギ神社などがある。白ギ神社に関しては、江戸時代初期の鳥取ハンジー、小泉智方の稲葉民団記では、 人手愛脳症に、老ウ,ウサギの記載があるため、大ウサギ明人は、老ウ,ウサギ明人であると考察し、とは草の林の老ウ,ウサギであり、洪水によって、林から流されるとの根に乗って、沖の島に着いた。帰るために、ワニという魚をたばかって、己とお前とどちらが家族が多いか数えようと言って、ワニを集めてその背を渡ったという。 平安時代の演劇式神明町の稲葉国に白ギ神社の記載はないが、それだけで平安時代に存在しなかったとは言えない。また、八条姫を祀る神社に鳥取市の売沼神社を当てる説があり、演劇式の八神氷に売沼神社の記載がある。八頭には三つの白ギ神社があり、工芸調子に掲載されている。八頭福盆院にある 白うさぎ神社は、840年前後に、人名天皇より位をいただき、江戸鬼築像の、大うさぎ大明神を祀る社殿が、大正時代まであって、帰るルには、波に、うさぎと菊の御門の彫刻が施されていた。この社は、合詞により廃社となり、社殿は、八津町下門、清流寺に移され、本堂の図紙として、再利用されている。 現在、八頭町池田には、池田神社と呼ばれる神社があるが、祭神は、べざいてん、うさぎ神、稲荷神で二基の祠が鎮座する。八頭町はじももいには、元白うさぎ神社があり、大正時代に、池田の白うさぎ神社と合わせて御神体は、八頭町、宮谷の、加茂神社に合志された。いずれも、歯医者ではあるものの、地元の人たちによって今もなお数計されている。 ヤズ町には、白兎神社関係の灯籠が下稼働と前室の、鴨神社に残る。三冠の鳥取県ヤズ郡ヤズ町、かつての八条郡を舞台とする、白兎の話は、石場洋教授の著作、稲葉の白兎の総合研究をきっかけに広く、知られるようになった。初中に紹介された上皇寺演技と端桃井の字、十字記録によると、 アマテラス大臣が八条行行の際、暗宮にふさわしい地を探したところ、一匹の白ウサギが現れた。白ギは、アマテラス大臣のご装束を加えて、霊石山町付近の平地、現在の伊勢が平まで案内し、そこで姿を消した。白ウサギは、つくよみ村のご身体で、 その後これを、道祖白うさぎ大明神と呼び、中山のお根続きの四家村の氏神として崇めたと、いう。アマテラス大臣は、安宮地の近くの五冠席で国見をされ、そこに冠を置かれた。その後、アマテラス大臣が氷の山の氷の声を通って、稲葉を去られるとき、樹氷の美しさに感動されてその山を、ヒ枝の山と命名された。 氷の山麓の若狭町薄月米集落には、その際、天照大臣が読まれた漁性が伝わるという。氷の声の峠には、かつて、稲葉堂があり、白ウサギを祀ったというが、現存しない。郷土視野による、須賀山雑記に掲載がある。波にウサギは、江戸中期に、庶民も広く愛好したことが知られる、随所文様である。洋曲、の歌詞にも、 ガツのウサギは水に映った月の中で、波の上を跳ねるとある。東北関東九州近畿、各地の自社の彫刻に、波にウサギの衣装が見られるが、稲葉地方には特に集中している。なお、ウサギが登場する民話は多く、京都府宇治市の宇治神社の縁起には、鬼神がウサギに導かれる話が伝わる。このウサギは、白ウサギ神社や、白ウサギ神。 白ウサギ明人などに見られるように、白ウサギとして伝わる。古事記の表記は、と、裸のと、稲葉のもとと、都心がある。元折のりナガは、元には、何もまとわず何にも染まっていないの意があると述べる。古事記には、うのけ色に言及はなく、すぬのイコール白い布の例からのりながの言う、元に、白の意があると考えると、白ウサギとも言える。なお、 日本に広く分布する日本のウサギは、カキは、体毛の色が、焦げ茶からベージュに、陶器積雪地域では白へと変化する。また、沖島には冬になっても白くならない野種、沖のウサギが生息する。この説話における、水門とは、加工のことであり、水で体を洗うのは、生理食塩水での洗浄を意味するとの見方。さらに、カバのファンが、 薬草として登場するため日本における薬の最初の史跡だとする見方もある。なお、外傷や火傷に外用薬として用いる漢方薬に、ホウという姫釜の成熟花粉を乾燥させて粉末状にした処方が存在する。大国主神は、この説話及び日本初期の少なびこなの命とともに、病気の治療法を定めたとされるため、医療の神ともされ、 様々な薬草を使用している。知恵者のウサギが、この袋は小さすぎる。人間は本当にこの袋にワニを入れてここまで運んできたのか、もう一度袋に入ってみてくれないかとワニに言う。そこで再びワニが袋に入ると、ワニは人間に撲殺され、食用とされることになった。ワニの入った袋を背負った人間が村に帰ると、 子が病に伏せっていた。助けるには、ワニの血とウサギの肉がいる。ちょうどワニは、ウサギの知恵のおかげで袋に入れて持ち帰っている。あとはウサギだが、助けてくれたウサギがいる。ウサギは、人間の話をこっそり聞き、すでに逃げ出していた。主な執筆者名の五十音順。ありがとうございます。